Red Company!
あの、大神一郎少尉ですか? あたし、新宮寺さくらです。米田中将より大神少尉をお連れするようにとの任務を受けてまいりました。 帝国歌劇団花組新宮寺さくらです。よろしくお願いします。 頼りになりませんか? さあ、大帝国劇場に参りましょう。 私のことですか? 名前は新宮寺さくら。仙台から出てきたばかり。帝劇に入団したての新人です。まだ帝劇の皆さんに迷惑ばかりかけています。でもこの帝都を守るために命がけで頑張るつもりです。 動かすのは大変です。でもお互い新人同士頑張りましょう。 さあ、米田中将が待っています。 行きましょう。 大神さん、初めてなんですね。じゃあ、正面ロビーから入りましょう。今日は夜の部だけですから。 でも、間もなく開場しますから、すぐにお客さんであふれかえりますよ。 お兄ちゃん、さくらさんの恋人? アイリス?大人をからかってはいけません。こちらは帝国歌劇団に転属された大神一郎少尉よ。帝国歌劇団花組、アイリスです。 こっちはクマのジャンパール。アイリスの大切なお友達なの。仲良くしてね。ねえ、さくら。どうしたの?このお兄ちゃんも、霊力がある。ゴムに乗って、戦うのね。そうよ。アイリス。 戦争嫌いだよ。心配しないで、アイリス。さあ、お部屋に行きましょう。マザーグースの本を読んであげる。うん。あ、大神将棋、米田中将は支配人室にいらっしゃいます。では、これで失礼いたします。 そこのあなた、
他に誰がいるの？バカずらしてないでこっちにいらっしゃい。そこに落としたフォークを拾って新しいものと取り替えてくださらないかしら。ありがとう。ところでここのトップスター、この神崎すみれを差し置いて、いつの間にかマリアさんが歌劇団のリーダーになってるけど、あなたこのことどう思う？まったく米田のクソジジイ、人を見る目がないんだから。あら、どうしましょう。これは失礼いたしましたわ。今のこと米田さんには内緒よ。いいわね。照れなくていいのよ。ちょっとした仕返しじゃなかった、お返しよ。ああ、米田さんは支配人室よ。でもいいこと、くれぐれも今のことは他言無用よ。お分かり、小川少尉。いいからお行きなさい。どなたですか？あなたが帝劇に配属された大神少尉ですか？はじめまして、私はマリア立花です。米田中将は支配人室です。私は稽古がありますから、これで。